ちゃ良かったですけど。いや、デンシングもすごかったな。やっぱね、その映像で見るよりなんかフェイントがすごい多いなと思って。結構やります。あの、ね、向き合ってからじゃないとわからない。そう、なんかみんななんであんなに回ってんのかなっていうのが分かったね。すごい、うんうん、蹴りなのかパンチなのかわかんないみたいな。フェイントがもうどんだけフェイント使ってくるみたいな、ちょっとすごいんで。そうそう、ずるい性格出てる。性格でねじ曲がってんだろうな。いや違う違う違う。そういうことしないと当たんないんで、ね、でもフェイントもやっぱフェイントだって思うよりかはもうフェイントも攻撃だって思ってやると。そうだね、全然違うっす。でも分かるよね、そのフェイントだけで強いか強くないかって分かる。はい、分かります。あの、始まってさ、30秒ぐらいで分かるよね。分かります。距離感とかさ、はい、フェイントのかけ方とかで。そうです。で、フェイントかけて、かかったら、あ、もう勝ったっていう。そうね。なんとなく。あと、フェイントに全然何反応できてないやつは、こいつ反応できてないなって思います。でもなんか、初心者の人とか、フェイントもう分かんないじゃないですか。で、それでガーンって突っ込んでくるとちょっと嫌ですよ。そう、たまに当たるよね。そう、だからあの、YouTuber の方とかとスパーリングみたいになると、駆け引きができないから。確かに。で、こっちも軽くやんなきゃいけないし、で、向こう振ってきて。逆にやりづらいよね。超やりづらいですよね。一番そういうのがやりづらいかもしれない。しかも多分、向こうは顔に狙ってるのに、全然違うとこ打ってるから、避けたとこに当たったり。そう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 。そういうの起こるよね。うん。